はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス、続きをやっていきたいと思います。メールが2つ来てんな、まあ、いつもの100個と障害のお詫び多いなどんだけ障害を起こしてるんだこれは。まあ得てしてそういうもんすよね、アプリゲーは。で、今回ですね、レインがとうとう星5になりました。まあこのキャラは特段スーパーサイヤ人っていう感じじゃなく、なんか海洋圏10倍っていう、まあそんなイメージですね。スーパーサイヤ人化はまあできないと。やっぱり引いたキャラじゃないとスーパーサイヤ人にはなれないみたいですね。まあそこが地球人とサイヤ人の差か。じゃあ雪狼の牙、まあなかなか凄まじいとこにいんな、またこいつら絶対投資するだろう。パラデイヤの6名傑はなぜランゼルト遺跡を目指しているんだ。そもそもあいつらがクリスタルを破壊する目的ってなんだ。いや多分ね、クリスタルがあることによって世界のバランスがね、徐々に崩れていくんですよ。フィーナはわからないよな。だから六名傑は悪ではない。あれと一緒っすね、魔皇と一緒っすね。きっと大地の力とか吸収されてるんだよ、地球から。うん、ごめんね、わからない。記憶を取り戻さなければお前は役立たずだ。あいつらは富を得ようとしたわけでも革命を起こそうとしたわけでもない。だからこそ俺にはあいつらが危険な存在に思えるんだ。そうだな、俺も同感だ。いや、それはお前らが真実を知らないからだよ。じゃあさ、あの鎧のことを、男を捕まえて全部喋らせるしかないね。尋問されて吐く男か、あいつが。雪原の峠、誰を連れて行こうかな。ここ X です。レベルが低いな、27か。これだっていうキャラがいないな。まあここはじゃあどうしようかな、セシルでも連れてきますか。セシルは補助系だったんで、確かそんなに攻撃に期待はできないですよね。パラデイヤ6名傑もこの道を通ったんだろうか。遺跡への道は間違っていないはずだ。雪原ラットの巣穴をちゃんと追ってきているからな。でもそれじゃ鎧の人に追いつけないよね。確かにそうだ、近道でもあればいいんだかな。すっげえ吹雪いてんなマジ大丈夫かお前ら。こういう時にファイラだ、ファイラ。ファイラを使って少しでも温めないと。しかしラスウェルが反抗してブリザラを使う。バイオブラスターがある。まあ確かにセシル全体攻撃をなんかつけた方が良さそうだからな。毒になってる。ちょっとこれは回復させとこう。あ、こっちも毒にしたけど。あとはフィーナもポイズナ。ゴー！ 2 ターンじゃ型がつかないかな、そうすると。また毒粘液使ってきたら、ちょっとめんどくせえな。うおー、使ってきた。毒にはなってないか。残るな。よーし、3ターンかなんだかんだで。まあ次はルナのリミットが溜まってるんでぶちかますでしょ。リミット技使うと結構早く終わるっちゃ早く終わりますからね。んー、2体か。まあいいや、このままで。こいつも毒使ってきそうっていうか、まひられたし。まあこのまま、倒せない。いい、なんかちょっと減ってきたな。やはり集中攻撃を食らうか。まあ次がラスト戦なんで、全ての力を解放しましょう。そいつらがマーキュリーバット、こんなひ弱そうなやつに俺の全身全霊の力を叩き込むことになるとは。
降臨効くのこれ。まあ、効かないってことはないか。退治完了。さらに雪の中へと進んでいく。ファイラで温めないときっときつい。おっていうかこれ上がるじゃん、ランクが。これは投資でいけそうですね。凍りついた湖にまで行くのか。クジャはそのままもうちょっと温存しておこう。じゃあちょっとこの銀玉銀玉 X ですを持ってきますか。うわー、なんもない。やはりレベルがちょっと低いか。まあ贅沢は言わない。銀玉さん頑張ってください。このカエルを先にぶっ倒しとこう。何、総攻撃でも倒せないか。一旦じゃあヒットポイントが高いんだな。っていうか X ですもろもうちょっとやばいぞ。壁役にしかならない。おお、ラスエルは200くらいか。まあレインとラスエルは結構硬いね、やっぱり。あ、これもね、確か結構欲しいやつだった気がする。ちょっと魔法を使ってこう。2体しかいないけど。これはもう、あー、ルナどうしようかな。いや、ちょっと最終戦に備えよう。なんで少し、ここを溶かそう。アンゼルムはエアローラでいいかな。X です。なんかある？だって、グラビデ。グラビデをまず最初に打とう。効くかな？ビヨーン。効かねえ。あ、効いた。まあ、ヒットポイントを半分にするからね。ダメージそのものは高いね、やっぱり。グラビガとかになるともっと強いですからね。まあ、それを考えると、役には立つかもしれない。X ですも。まあ、ボスには絶対効かないと思うけど。ボスに効いたら、どんだけ楽なんだよっていう。で、これがラスト戦なんで、全力でいきましょう。んー、レインが溜まってないな。まず、エクステスは先行して、グラビデを使う。で、効いたところで、すべて叩き込む。おら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 。倒した？おお、ワンターンキール。あ、この一番右上のやつも欲しいやつだ。なかなかレアなやつですね。やっぱりその覚醒にね、いろいろと素材を使うっていうところが、レベルはいったとしても素材が足りないっていうことになるんですよね。しかも今回の体力的にちょうどいいんじゃないか。あ、幻獣の涙か。幻獣の涙はちょっといらなかったかもな。あんまり必要だったっていう記憶はない。吹雪の迷路。そんなところに行くのか。どうしようかな、そうすると。まあ、レベル的にバッツを連れていくか、じゃあ。バッツって何があるんだ？ウィーク。やっぱここら辺か。タクスがある、タクスが。こいつどうせ、あれ使えないかな、必殺技。バッツって星いくつ？主人公だから多分5だよね。バッツがなんか強いっていうイメージはないな、やっぱり。まあやっぱ X ですとかっすよね。ねえ、一か八か近道してみたらどうかな。いや、それはダメだ。近道をして道に迷えば結局は遠回りになる。だからそんな時、人は急がば回れという。そうなんだ。すごい、初めて知った。別に大したことは言ってないけどな。ああ、寒い寒い寒い。マジで寒い。まずファイラーを使って、エアロラの風でファイラーの威力を高める。風が吹けば、酸素があれば、炎の威力は高まりますかね。てか、バッツどうしよう。うん、敵1体だもんな、ウィーク。敵全体だったらな、よかったんだけど。まあ、Z
贅沢は言ってらんない。いいんじゃん、エアロラファイラ、エアロラ。てかダメだ、この吹雪の中では、うお、フィーナが麻痺してしまった。ファイラもかき消される。ハイガークラスじゃないと。うお、アンゼルムのヒットポイントがやばい。くだらないことを言ってるうちに、ちょっと一旦ケアルラをかけるか。よし、フィーナ直せないかな。直せないな。麻痺直す魔法ってなんだ、いまいちわからん。リミットが溜まってたとしても、あ、バッツ、そもそもリミットが溜まらないんだ。技が使えないうんぬんどころか。あ、これは完全魔法キャラだったな。下の石板、この石板さ、こんな雪山のところでさ、てかケアルラ使おう。何してんだ、超暇そうじゃん。こいつ動けんの、そもそも自分の力で。人が来るまでこのグールと一緒にここにいたのかな。グールがいなくなったらすげえ暇そう。ちょっとグール行かないでくれ、俺はここから動けないんだ。あー、てか全然ダメージが通らない。地獄の火炎を使うか。これでどうだ、ちょーん、リートーン。1000当たれば絶対倒せる。100、え、マジで。ちょ、フラッシュも使われてるし。ちょっと待って、これはどうすればいいんだ。アンゼルム、普通にウォータラを使おう。炎は効かなかったな、ストンラで。こいつはエアロラ、これでどうだ。殴っても10とかしか当たんないからな。1800か。あー、やっぱ魔法だな、魔法使わないとダメ。あ、これ欲しいやつだ、光の石塊。これも結構使うんすよ。次ラスウェルがもうそろそろレベル60になりそうなんで、ラスウェルのやつも貯めとかないといけないんですよね。でフィーナも結構レベル60に近いんですけど、フィーナはね、あのナイト系じゃないんで素材が違うんですよ。レインとラスウェルがほぼ素材一緒なんでかなりね、貯めとかないと進化できないっていう。これは一ターンで決まったっしょ。よーし、フィーナは魔導士系の素材があれば進化できるんで、これ結構楽っすね。でルナとアンゼルムはもうこれ以上進化できないんで、まあしょうがないと。オーケー。でローゼリアが一応ね、星5までいけるみたいなんですよ、使ってないけど、フィーナがいるから。よし、これでこのままガンガンいけるな。次は大氷結。クジャは多分ね、なかなかいいの持ってそうだから最後に取っとこう。大氷結の次のところもまだありそうですからね。だいたい最近5ワールドで構成されてるんで。アダムもな、レベル高いんだけど、アンゼルムだからな、所詮アンゼルムちょっと人のものディスって申し訳ないけど、どうするか。このレインって星5のレインなのかな、レベルが30だったからな。いや、ちょっとこれだっていうのがいないな。暗闇の雲、レベルマックスでも連れていくか。暗闇の雲はね、多分リミット技が強いけど、あ、サンダーガールか。でもよし、これにしよう。暗闇の雲お願いします。チャイチャイさん、うお、なんだ、いきなりごっついやつが出てきた。ちょっとライブラ使おう。こいつはなんでこんなところにいるんだ。石系、おお、特に弱点とかもない。じゃあそのままいつものパターンでいきますか。パワーブレイクしとこ、一応。でこいつは攻撃。フィーナはどうしようかな。
バニッシュ。すげえ久々だな、バニッシュとか。プロテガとかある。すげえ暗闇の雲。ボスになったらちょっとプロテガかけよう。こいつは多分大丈夫だと思うんだよね。うん、多分2ターンで倒せんな。パワーブレイクしてやるから。よーし。ごつい割には弱かったな。おお、ミニバージョンが出てきた。さっきのやつの。なんかすげえ3400とか当たったぞ。暗闇の雲か。おお、石像にのしかかられた。なんかウィークネスって出てるし。誰かが何かの属性持ってるんだよな。まあ、ラスベルはフレイムタンだから火だとしても。ちょっと待って、ここは。おお、音も連れている。フロストシュートが使えない。俺の頼みの綱だったのに。基本的にあんま溜まってないな。サンダガを、サンダラじゃねえや。こっちかサンダガ。さっきサンダラ使ったっぽかったな。何残ってるか。おら、波動砲っていうかリミット技とか。星5の人たちのリミット技が全然わからない。そう、ラスウェルかもう57レベル、フィーナも54っすからね。輝く石とか手に入れた。超珍しい。持ってたかな。仲良く楽しみましょう。ありがとうございます。使わせていただきました。設営の主っていうものかな。じゃあここでなんかフレンドが復活してんな。連れてこう、レオン。フレンドだと召喚獣とかも使えるんで、なんか嫌な予感がする。私も嫌な予感がする。お前ら不吉なこと言うな。何、嫌な予感が2つ重なっただと。俺の勘ではこの先にヤバいモンスター待ち構えている。なんでこいつここでいきなり片言になったんだ。俺の勘ではこの先ヤバいモンスター待ち構えている。まあいいや。まあ一掃できれば一掃しよう。ファイラ、エアロラでファイガがあるはず。こいつはあるな。よし、いけ。俺のレインもだからいつか50何レベルで確か魔法が一つ解禁されるんで、そこでファイガー覚えるかな。2ターンで倒せる。よし。うわ、やばい、毒爪。無駄無駄。おお、いいね。花粉タッツー重なった。2人のレインが重なった。てかやばい予感が2つ重なったらさ、打ち消しだよ打ち消し。特に何にも起きないよ。やばいかけるやばいは普通みたいな。 OK、 毒粘液大丈夫だ。やっぱりレインもそこそこ攻撃力強いな。下のレインね。俺のレインよりは下のレインの方が絶対強いんで。あー、ここ4つある。これは魔法がいるんでやっぱり魔法で攻めよう。ファイラーで、こいつはファイガー、エアロラの、まあ、適当にストーンだと。フィーナどうしよう。一応バニッシュかけようかな、魔法だし。いで、弱っ。OK、 あとは攻撃でいいでしょう。おー、フィーナがケアされたな。ちょっとこいつ倒したら一旦ケアレラをかけるか。アンゼルムも減ってるんで。ちょっとのしかかりすぎだよ。お前のしかかるふりしてさ、こう女の子にさ抱きつこうとしてんじゃないか、この氷の彫像は。フィーナも一応ケアレラかけよう。ダブルケアレラでヒットポイントをマックスまで持っていく。倒せるでしょ他のやつらでも。
オッケー。のしかかってフィーナを押し倒そうとする。なんて不届き者だ。ボスバトル、フロストドラゴン強そう普通に強そう。出たぞ、ドラゴンだ。マジかよ、こんなところで会うなんて。ああ、嫌な予感が当たっちゃった。クソ、相手がドラゴンでもやるしかない。こんな寒い中、体動かないのに。フロストシュート。まあ、ちょっと、あ、ちょっと待って待って待って、まずはポリソナじゃねえや違う違う違う、ライブラで見よう。ライブラで調べるのは基本。流刑34000、炎に弱い、ブリザードに強い。そのまんまだな。バブルシャワーで、こいつはもうシャイニングノーバーだな。で、ラスウェルは、分身かけとこう。フィーナはこれ。で、オトモレインはシャイニングノーバー。よし、いけ！一ターン目はこれで。いいね、めっちゃウィークネス。いやー、アンゼルム。最近ちょっとアンゼルム火力不足になってきたな。あと、レインが何使えるかだな。パワーブレイクをやっとこう。で、必殺技の、魔法剣みたいなものがあればな、いいんだけどな。ファイヤー剣的なものが。アンゼルムのストンラ。だっていくつ当たんのこれ。くらえ。700か。レインのパワーブレイクは700。まあ、パワーブレイクだからね。てか、パワーブレイクしたから、こいつパワーブレイクやる必要ないと思うけど。まあ、いや、パワーブレイクさせとこう。1400。全然違う。攻撃力が全然違うんだけど。あとフィーナが攻撃するだけで。このターンは終わり。700。フィーナでも700当たるんだ。パニックボイス？うわ、やばいやばいやばい、めっちゃパニックになった。これ、直す術あるか？混乱を直す術はないな。フィーナ。ないよな、きっと。名強。こいつはフレイムターン装備してるんで。おお、いいね、やっぱ強い。攻撃をするしかない。てか、混乱してる人たち何すんの？何もしないか。フリザラ。おー、やばいやばいやばい。てか、どんだけ俺たちブリザラに弱いんだ。一応、ギャルラをかけとこう。ルナが死にそうだな。名強。あとは攻撃するしかないもんな。ブリザラ、やばいやばいやばい。おお、そうか、イフリート装備してるとブリザラに弱いんだ。ケアルラ。あとはもう攻撃しかないよな。召喚獣が全然溜まってないな。倒したか。まあ、そこそこ強かったな。その割にはあれはなんだ、異界のなんちゃらみたいなアイテムだった気がする。大したもん持ってねえな。もっと役に立つものをドロップしてほしいっすよね、ボスだったら。神結晶、せめて神結晶。フィーナも55だな。お、なんか覚えた。なんか覚えたけど、見る前に終わってしまった。なんとか倒すことができたね。さすがにしんどかったな。まあ、そこそこ強かったよな。確かに今のモンスターは強かった。だが俺たちは倒した。しかしここで苦戦しているようでは、鎧のやつに勝つことなど逆だ、俺の言ってることと逆だ。ラスウェル、戦う前から負けることを考えてどうする。これだけレベル上げても勝てないの？
星5だよ。だってそれはそうだが、君たちももう一段階進化させないとダメかな。あっちに明かりが見えるよ。誰かいるの？前のように野党かもしれんが、とりあえず行ってみるか。まあ野党だったら野党だったり物資奪えばいいだけだから。全然それはウェルカム。俺たちも野党だ。どこにあるんだよ遺跡。だ船でさ、こっから渡ってった方がよくない？こうやってさ、こっからさ、こっから船出してピューってさ、ここにここにつけた方が絶対早いだろ。なんでいちいちこうやってさ山渡ってくのこいつら。はい、というところで、じゃあ次はランゼルト遺跡の方からやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。